マヒナペ。どんな鳴き声なのそれ。何ここ。月輪の祭壇。月輪？月は？月輪かな？お、来た来た。あゆなさーん。ハプーも一緒やね。大峡谷の試練が島巡りで行う試練の元祖と言われておる。それにしても、よくぞこなしたものだの。さすがはあゆなである。ありがとう。アローラの島巡り、7つ目の試練達成。おめでとうございます。自身の限界を超えて、すごいトレーナーさんですね。アマージュさんもお疲れ様。元気にしてあげますね。ありがとう。さあ、これで全開。なんだかお主ら見てるとうまくいく気がする。いや、うまくいくだろうな。やったよ、お墨付きもらった、キャプテンの。太陽、月の2本の笛を吹けば。参りましょう、あゆなさん。よし。長い階段を登れば祭壇の頂上路と。この辺には何もない？とりあえずほら。ね、しっかり周りを。何もないね。さあ行くぞ。長いな、確かに。すごい崩れとるとこから落ちていきそう。てか、あんな崩れとって大丈夫なもんなんやね、階段って。あ、この間のとこでも何かしら落ちてないね。落ちてないね。なんか確実になんかありそうな感じやのに。着いた。いつの間にリーリエ。月の力いっぱい感じます。星雲ちゃん、あなたを元の世界に戻す前に母様の目を覚まさせます。私の言葉を、思いを伝えるのです。トレーナーになってもできることです。ん、あの辺にアイテムが。太陽の笛、手に馴染みます。一人でに吹けそう。そんな不思議なことが。お、吹くの？アイナ様があちら側ですよ。私が月の笛を吹くの？笛を吹くときはリーレイと一緒だとよ。なるほど、頑張ります。その前にちょっといろいろと、いろいろと見て回っておいた方がいいよね。あ、こっからも登れるんや。なんかね、あっち側にアイテムが落ちとった気がするんやけど、気のせいかな。何も落ちてなかった？こっちこっちこっち。なんか小さくテンってなんか落ちとった気がしたんやけど、あー、気のせいかもしれない。気のせいかもしれない。あ、なんもないね。うん、なんもなさげだ。ほらほらほら。うん、大丈夫。なんか落ちとけよな。あゆなさんはあちら側。よし、ちゃんとあっち行くよ。あれ？あ、こっちからか。ん？あ、こっちからね。え、これで吹いたらどうなるん？あれ？ビーストのやつ？あ、こっちか。よし、ついに。月の笛を吹きますか。ほい。さあ行くよ。おお。個人的に月の笛の方が綺麗で好きかな。デザインが。別の世界へワープしていきそう、なんか。なんかすごいね。おー、開いた。なに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 、破壊されない、大丈夫？お、お、動いた動いた。ねえ、ずっと動いてなかったのに。
動いたよ、星雲ちゃん。どうなるの？お？え？え？え？ちょっと何回も言ってしまうけど。マジで？星雲ちゃんがこれなん？え、この子あれじゃない？ムーンのさ、あのパッケージに映ってる子よね。ってことは伝説のポケモンってことやろ？マジか。え？え、顔が全然違うやん。かわいい。星雲ちゃん、よかったです、無事で。いきなり飛び出すから、私驚いちゃって。それにしても、笛の音で力を与えるとは、伝説ポケモンに進化させる、すごい儀式だったなんて。マヒナペ。どんな鳴き声なの、それ。伝説のポケモンに進化する話なんて、そんなの本でも読んだことないのに。ルナーラさん。ううん、星雲ちゃん。私、母様に会いたい。マヒナペーや。意味のわからない鳴き声だな。おー、伝説のポケモンが懐いているというのはすげえな。ん？戦うの？違うよね。お？なんか頭に。これであれ？ビーストの世界が開けるの？おー、なんか連れ去られて、うわ。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。